はい、今どこだっけこれ、はい、今三重県津市高須町の中川原海岸に来ております。ここもね、水中訓練中に溺死し、中学生の女子生徒が36名ほど溺死した。すごいな、改めて思うと。県で撮影に来ております。撮れましたか、オーブたくさん。もういいもういいわ、うん、これ満足。そうだね、一眼レフで撮れそうかな。いや難しいね、これ薄すぎるよ。あー、まあ敵ありそうな幽霊じゃないからな、間違いなく。完全にその寸便した。バチ当たるから、またヤバいの呼ぶから。で、まあ撮影はね、本当にかっちゃんに任せてたんで、俺はどんなん撮れたか知らんけど。その間、無意は別のことをしておりましたが。川でも、あ、海でも。また7時半だぞ。もう7時半だ。ああ。おっさんの黄色い悲鳴がね。ちょうどあれだね、潮引いとる時期やね。ああ、だからかこのなんか線があるのは。そうそうそう、やるしい。多分ボートなんだろうな、あのペカペカ光ってるのは。多分な、でもちっちゃいよな、見るけどボート。え、夜釣りの方々じゃないの。そんなに離れていくこれ、まあ、防波堤。わからん、プロ撮るなんか。さて、どうなさいますか。行こう。俺一枚もなんていうの、オーブの写真撮る活動してないけど大丈夫か。まあそういうからには撮れ高があるんでしょう。ないよ。これで帰って一枚もオーブ写ってなかったら泣くわ。あ、それはね、それはね。